そろそろ芸術の秋ということで、実は札幌に芸術分野に打ち込んでいる高校生たちがいるんです。私立札幌平西高等学校のデザインアートコースでは、各学年に1クラス合わせて120人ほどの生徒が絵画や彫刻など専門的な知識を学んでいます。そんな自分の好きを極める生徒たちに学校生活について聞いちゃいました。学校で聞こう。今日は教室ではありません、絵画室です。お邪魔します。こんにちは。まずデザインアートコースの生徒たちが実際に受けている授業について聞いてみると、ミニ四駆を塗装して早く見えるデザインを作ろうというのを今授業でやっていて。すごい授業でやってる。ミニ四駆やってみたかった。そう、今横井さんが授業でやっているのはミニ四駆の塗装。それぞれ考えたデザインで色をつけていきます。他の生徒の作品も見てみると、それぞれ個性が光っていますね。かわいい。世代的にまさにやってたから。そんな横井さんの好きなものは、もう幼稚園の頃からゴシックロリータが大好きで、そういう感じのブランドを作りたいなって思ってます。素晴らしい。実際に作ったものとかってあります？なんかアクセサリーとかそういうのを作ったりしています。他にもファッションが大好きな生徒が。ファッションはいつから興味があったんですか？幼稚園ぐらいからそのドレスとかいろんなもの描いてたりして、ちゃんとやり始めたのは中3ぐらいですかね。伊藤さんは全国の高校生がファッションデザインの頂上決戦を繰り広げる大会、ファッション甲子園の最終審査に2度も出場。去年の作品は学校の廊下に飾られています。すごい。ああいうのってどんな時にこうイメージが湧いてくるんですか？なんかもう突然浮かんでくるものっていうか、あとは眠い時に思い浮かんでます。寝る前ってこと？寝る前とか授業中なんか眠たい時とか。睡眠がね。今年の大会でモデルを務めたのが同じクラスの海さんです。モデルくん？でもすごい自分では浮かばないアイデアだなと思って、やっぱ行くだけのことはあるなって。実際に着てみた感想は、だいぶ重かった。重かったですね。毛糸の玉を100個ぐらい使ってポンポン作ってたので、多分だいぶ重かった。実際にステージの上で歩くのはやっぱすごい緊張して、なんか全然前に進んでんのかも分からないぐらい緊張しながら歩きました。個性的な生徒が多い中でも最前列にいたのは、髪をバッサリ切っている関吉さん。その理由を聞くと、髪型はあの長いのがドライヤー壊すかす時間が嫌すぎて切りました。ドライヤーなのね。ポイントはここ入って購入の時に購入しましたね。それからもうすっきり、はい。そんな関吉さん、将来の夢は学芸員。大好きな美術館に行くために遠出もするそうで、そこに行くときは誰と一緒に行くの？一人で行きました。東京まで一人で？東京に一人で。すごい。2回行きました。高校入ってから。すごいね。他にもこんな将来の夢がある生徒も。食品サンプル屋さん。食品サンプル作ってるところ見てて、わ楽しそうだなと思って。一番最初に食品サンプル作るとしたら何作りたいですか？エビフライで。なんか会見とかやってたら行きたいんですけど、なかなかないんですよね。そうね、東京とかにね、行ったらね、一緒に行ったらどうですか、美術館と一緒に。
よかった。もちろんイラストやアニメーションが大好きな生徒も多いようです。将来の夢はアニメーション作家で、なんか例えばアーティストの MV、ミュージックビデオをアニメーションで作ったりだとかっていうのをやってみたいなって思ってます。素晴らしい。もしできたらこういう人担当してみたいなっていう憧れでもいいんですけど。筋肉少女タイプ、わかりますか？昔のバンドで、最近はなんかアニメーション MV とかも増えてるので、確かに確かに、ちょっと好きなので、もし作れたらいいなって思ったりしてます。結構アニメーションも超多いです。アニメにもいろいろ提供してます。ところで、撮影クルーが学校に来た時、気になる垂れ幕がかかっていたのですが、リミッツ出場。リミッツ出場、あのあれって どなたですか？リミッツ出場の方、はい、リミッツって何ですか？リミッツはそうですね、あの20分間っていう限られた時間の中でデジタル画材を使って絵を描いて、それを競い合う大会です。ライブパフォーマンスなんで、で優勝の成績を収めたんですよね。準優勝です。すごい、おめでとうございます。そんな田川さんが大好きなものが、ゲゲゲの鬼太郎とナルトがちょっと好きです。そうなんだ。アニメはいつから好きなんですか？素晴らしい。生まれた時から。素晴らしい。一個アンケートの中で気になったのが、いつかこの世の妖怪系のものすべてを手に入れたいって書いてあって、妖怪系、今はちょっとあの鬼太郎系のものしか学んでないんで、もっと広いところに手を伸ばせたらいいなって思ってます。え、ちなみにどのくらい持ってるの、鬼太郎系のものは？机に並ぶぐらい持ってます。え、ということで、後日お邪魔しちゃいました。これ全部鬼太郎なんだ。これ全部水木しげる作品の本やグッズ。これ可愛いですよね。ケロリンにも書いてあるんだ。これ自慢したいんですよ。これ何何これ僕あの水木プロダクションの方にあのお手紙を書いた時にいただいて、なんと小学5年生の夏休みの自由研究は妖怪や水木しげるさんについての調べ学習。鬼太郎のファンすぎるよね、なんか昔からずっとずっと似てる似てる。いや、私もびっくりしました。まさか北の昭和の、あの時代のなんかあのものが好きになるとは思わなかったので、鬼太郎のも好きだったけど、その前からもう自分があのしっかりあって、あのそこは曲げないところはあったかなっていうふうには思います。将来の夢を聞いてみると、やっぱりそのアニメーション作品を作りたくて、あの鬼太郎とか作るに携われたらいいんですけど、まあ、あの最終的には自分のアニメの会社を持って自分のアニメの作品を手掛けたいなって思ってます。